とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日もアイテムが300個近く溜まりましたね。ということで、これ狩り、やっていきましょう。今日も何かいいのが出てきてほしいな。いつも通り、80% 前後。それぐらいで、やっていこうと思います。では、行こうか。よし、来た来た。一発目、あ、ここか。よろしくないな。でもユニークだったらいい。違うんかい。ユニークじゃない。今回もなんか厳しそうな気がしてきた。また同じ場所かよ。もうここいいの出ないからやめて。はい。もうまたノーマル。今回もなんか、ノーマルばっかりか、もしかして。やばそう。一周目おしまいでーす。やばい気がする。ユニークが出ない気がする。どうだろう。フレイル一番最初に見たのがフレイルって、これ結構やばいかも。次。アイランド。いらないっしょ。厳しいなぁ、今回も。厳しめですね。爆縮。ああ、ダイナモがついてるのか。普通ダイナモがあった時だったら、よかったね。ああ、じゃなくてこれか。そうだね。ダイナモが、この爆発で消費されない時だったら、これは使えたと思う。でも今は使えない。スルバドゥール。ああ、いりません。もう一回言っとけ。フロストアーマー。ああ、ダメだね。はい。2周目行こう。2周目一発目、ここか。槍でしょ。どうせ槍でしょ。槍が出ると見た。さあ、来い。しゃ。あー、おっぶねー。なんか残ってる？あ、まあ。槍には間違いないんだけども、一応ユニークだね。ささやく槍、ゲット。おし。来た。いい場所来てくれたよ。頼む、イカ防具。俺はイカ防具が欲しい。違うんかい。ここでそれか。まあ、だいたいこれだけどね。あ、違った。お、ユニークだったよ。ハープーンかと思ったらユニークだった。当たりです。よかった。2周目おしまいですね。見てみましょうか。2周目はちゃんとユニークが出たね。珍しい。最近の俺にしてはすごく珍しい。次。おあだあー、惜しいな。惜しいよ。バーストボーストリングついてるんだけど、下がダメだね。イカはどう？お、イカとバブルバースター。ついになって出てきてくれて嬉しい。来い！あー、ダメだな。惜しい！これも惜しい。雷あるでしょ？で、シナジーある。で、真ん中だよ。運っていうのもまあ、いいよね。真ん中にね、クールダウンあれば最高だったけどな。惜しい。ほんと惜しい。次。チルゲール。いらないね。次。ハイランドと、闇の刀。もう一回いけ。お、イカ！イカだよ、イカ！今日のイカは、いい感じだ。頼む！クールダウンがついてない。さっきの方がマシだった。アクロバット意外と俺好きなんだよね。はい、惜しい。なんかでも来る気がする。気配がある。3周目いきます。ここ久しぶり見た気がする。久しぶりだね。じゃあ今の流れで冬の指先が出てきてくれるのかい。どうだ、いけ、よし、どうだ、ああ死んじゃったし、しかも今の音はノーマルでしょだよね。お、いいよいいよいいよ。さっきショップでイカがねポンポンと出たんで、多分あれ予兆だ。ここで出る。いや出なかった出なかった、嘘だった、嘘。なんか出てよ。外れです。それでは3周終わりました。全部で6体だったね。6体少ないな。ショップで当たりがなかったら4周目突入だな。これは全然良くない。クロスボウってさ、基本今使わないよね。なんか次のアップデートでクロスボウがすごく強くなってくれればいいんだけどね。どうでしょう。はい、ワオワオ、全然ダメだ。いや来ないね。なんか殺戮はちょっと使い方があるみたいだけどね。でもこれはエンチャントが良くない。お、スポンジなんだ。あー、痛みがついてる。痛みついて、いや、どうなんだろうな。痛みつきはもう使い方がそれしかなくなるんで、まあまあ誰かにあげるように一応取っとくか。で、フロストサイスいりません。次行こう。今回ね結構出そうな感じなのよ。チェストが10なんで結構出そうなんだけども、スライムか。スライム、いや防具がなんか出たっけ。いやわかんない。バトルスタッフしかなんか覚えてない気がするけど、あ、なるほど、反逆者が出るか。ここはそうかそうかそうか。まあまあ今回外れだけどね。またですか。同じところってなんか繰り返すよね。なんかそこしか出なくなる感じあるよね。いけ、バトルスタッフノーマル。まあまあここは大体こんなもんですよ。ここか、最近ちょっと苦手になったところ。あ、でもちょっと待って、入手した怒りのやつでやってみよう。オッケー、これでいいかな。完璧でしょ。怒り、ウィザーアーマー、無謀だね。で、透明化して、あ、これももうすでに取っとこう。いくぞ。どこだ？くら、おっしゃー！よいしょー！やられたーまあまあまあ、ボスはね、ワンパンで倒しましたよ。これか。ここですか。微妙にいらないものばっかりだな。はい。おしまい。で、ノーマル。ノーマルが来ましたか。またですか。またスライム。3回来るの。1回で、1周で3回スライムが来るか。なるほどなるほどね。渋いよ、なかなか渋いよ。4周目おしまい。まあまあまあ結構出てくれたね。結構出てきたのでいいでしょう。最後なんかいいの頼むよ。悪くないけどいらない。レッドスネーク、火力はそこそこ出せるんだよね。でも今は使わないかな。はい。ああ、指先かと思った。まあどっちにしろエンチャントが良くないんで使わないね。フロストバイト。ああ、臆病か。なるほどね。うん、臆病もね、使い方次第で強いちゃ思うんだけどね。うん、なかなか難しいところだよね。HP をマックスで、そのまんま続けるっていうのは難しいと思う。ダメ。次。サブリューイング、ダメ。下。あ、ゾンビ特攻か。ダメ。ラスト。星なき夜出た。え、衝撃波？いや、悪くはな、いや、微妙か。微妙だな。いらない。はい。ということで、今日出たやつ、見てみましょう。結構出てるよ。10個以上出ました。まず、ノーマル品から売っていきましょう。バトルスタッフ、いらない。壊れたソーブレードもいりませんね。斧もいらないね。で、スポンジストライカーは買ったやつ。で、傭兵。あ、ちょっと待って、ユニーク少なくない？ほぼユニークじゃないじゃん。あー、クールダウンついてるね。でもついてないものもある。いらないな。産後いらない。魂いらない。カトラスいらない。ささやく、雷か。雷、まあ、クリティカル、お湯、あー、これ、あれだな。回復がついてないね。いらない。いりません。まあ、6% 吸収防具と合わせれば良さそうだけど、まあ、微妙だったね。はい。あ、あ、あ、あり、あり。クリティカル。ああ、ちょっと浮遊攻撃をさ、ここに置いてほしかったな、こっち側に。まあまあ、でもクリティカルとマルチショットでしょ。で、いやー、加速とか微妙なんだよな。で、こっちで、パワー今日もどっちでもいい感じか。深海ステージでちょっと使えるやつをね、探してたんだけど、これはね、まあまあ悪くなさそう。クリティカル、マルチショット、まあまあ、パワー虚無あたり。ここら辺で使っていけそうだね。はい。これは、まあまあ当たりでしょう。スポンジストライカーも、まあまあ痛みサイクルがついてるやつなんで、まあ今俺は持ってるんで、誰かにプレゼントしましょう。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。